おはようございます。8月31日、最後ですね、木曜日、朝の10時です。ここは山陽道下り三木サービスエリアです。はい、今日行くところは香川県、高松市です。卸し時間が18時ですね。18時ぐらいです。呼び込みです。で、おろし終わったら、その日は、岡山方面に移動して、で明日岡山で積んで、帰るという予定です。そっちの方の詳細はまだ聞いてません。ということで、荷物は、精密機器のケースものですね、大体。はい、数はそんな多くないです。荷台のスペースで3分の1ぐらいですかね。はい、そんな感じです。はい、今日もよろしくお願いします。朝ごはんを買ってきました。これサンドイッチ、これはいいんだけど、ちょっと面白いっていうか、ちょっと驚いた。そばです。ぶっかけおろしそば、ね、これがなんと186円。サービスエリアでこんな安いそばを売ってるとは思わなかったな。安いからあんまり美味しくないのかな。食べてみようか。スープがついてて、大根おろし、わさびと揚げ玉と海苔、これ袋に。186円の価値は十分あります。普通です。
5時です。高松市内のコンビニ、卸し場所まであと4キロぐらい。あんまり近くまで行っても止めるところがないんですよね。なのでここでまあちょっと小腹が空いたのでちょっと食べようかなと思います。おにぎりさん、贅沢に筋子を買ってしまいました。はい、あと、ほうれん草と卵のスープいただきます。はい、7時15分呼ばれました。行きます。はい、お疲れ様です。午後8時高松市完了しました。作業員が、入居作業員が、6人ぐらいいました。はい、車上渡しで、箱の数は100個はなかったかな。100個ぐらいか、100個ぐらいですね。まあ大小さまざまで。はい、じゃあ次はですね、明日の岡山市北区朝積みなんですが、シャワーしたいので、岡山のトラステのところの、トラステのシャワーはもうなんか時間的に終わってるみたいだから、エネオスのシャワー借りれんのかな、わかんないけど行ってみようかなと思います。はい、岡山のトラステじゃなくて、林間のエネオスで給油してシャワーします。お疲れ様です。こんな感じです。こんな感じで、はい、お疲れ様でございます。
夜10時20分、ここは岡山市北区の、コンビニローソンです。急速です。積み地はここから7キロぐらい。まあ明日は8時半に出発しようと思います。まあ8時半まで休息できれば合計10時間ぐらい、合計というか10時間ぐらい休息になります。いやー、香川行ったのにうどん食べなかったね。まあちょっと、なぜうどん食べなかったんでしょうか。まあ吉間のパーキングによればうどん食べれたけど、まああそこは前回うどん食べたんで、境出か高松で食べようかなと思ってたんですが、どうも、時間的に中途半端な時間だったからやってないところもありましたね。まあ時間的に午後3時過ぎとか4時とか、まあ、ちょっと入りそびれました。またっていうか仕方ないのでコンビニで、何か買ってきたいと思います。行ってきます。はい、買ってきました。とこれですね。はい、いただきます。それをかけました。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。どうぞまたよろしくお願いいたします。チャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。